G3 オールレディースマクール杯2日目アシムドリーム第12レースです。メンバー1号艇兵庫の中谷智子、2号艇愛知の細川優子、3号艇静岡の三浦恵里、4号艇福岡の魚谷香織、5号艇東京の藤原夏樹、6号艇山口の清水亜美、以上のメンバーです。本番も枠なりとなりそうです。今1号艇中谷智子が入ります。芦屋4年4ヶ月ぶりではありますが、3連続優出中と相性いいプールです。さあここ待望の白星をかけて中谷インセン。2コース2号艇細川優子、ここまで1着3着、前半は逆転での入着と好走。3コース前走逃げて白星、3号艇の三浦恵里。4コース角は地元の4号艇の魚谷香織、新規はバッチリ A1 へ復帰です。5コース5号艇藤原夏樹、今日の前走は悔しい2着、挽回に燃えます。大里1着3着と着まとめ奮闘、6号艇の清水亜美。内側から1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました。アシムドリームの第12レース、うちの4人が出ていきます。さあ1マークの攻防戦、逃げる1号艇の中谷智子、2号艇の細川優子が指す、まくるのが3号艇の三浦恵里、1号艇の中谷が逃げました。スタートは前提正常でした。先頭1号艇中谷、2番手3号艇の三浦、内側から2号艇の細川詰めて2マーク、トップで1号艇中谷智子折り返した後、2番手握って回る3号艇の三浦恵里、内側から2号艇の細川優子、リードを取るのは3号艇の三浦恵里です。3番手に2号艇細川優子、レースは2周目と入りました。先頭1号艇中谷智子が向こう正面です。そして2番手3号艇の三浦恵里、外2号艇の細川優子、さあ向こう正面3号艇の三浦恵里が依然一歩前もぴったりマーク、一定審査、2号艇の細川優子が続いて2周2マークの攻防戦へと移ります。焦点は2番手3号艇の三浦恵里が丸、2号艇の細川ここも握ってホーム側、これはちょっと流れた。2番手は3号艇の三浦恵里がリード、2号艇細川3番手、体型は1番3番2番、後続4号艇魚谷香織、5号艇藤原夏樹、6号艇清水亜美です。最後のバックへ先頭逃げた1号艇中谷智子、2番手は3号艇三浦恵里、3番手に2号艇の細川優子、2番手3番手またちょっと詰まってきました。さあ最終コーナーです。先頭は1号艇の中谷智子、待望の勝利見えました。そして2番手3号艇の三浦恵里、最後は差しを狙って2号艇の細川、これはどうか。2番手は3号艇三浦がキープでゴールを迎えます。先頭1番五輪、3番2番五輪、4番五輪、5番五輪、6番五輪、以上前提ゴールインしました。